松緑とは、日本の競争は父、カブト山と、母、栄登りの間に生まれた影のオスのサラブレッドである。1947年に行われた第14回、東京優春競争に優勝し、父、カブト山に次ぐ親子2代での日本ダービー制覇を、史上初めて達成した。農林省商店2着を経て出走した東京優春競争では、 農林商商店優勝馬時津風に雪辱を果たし、優勝した。1945から1946年は、日本ダービーにあたる競争が中止されており、この年は、第二次世界大戦後初の開催であった。また、父、カブトヤマは1933年に、第二回東京優春大競争を制しており、親子二代のダービー制覇を達成したことで、 ダービーバは、ダービーバからという言葉が生まれた。ただ、東京優春競争後は、農林商商店や京都記念に優勝しているものの、松緑の東京優春競争優勝を受けて、創設された父を記念する競争である、カブト山記念では6着に敗れている。競争場引退後は、種母場となったものの、1953年に、北海道で、 馬伝染性貧血が流行した際これに罹患し、貿易上の観点から殺処分を余儀なくされた。共用期間が短かったため代表3区は、第一東山、第5程度。母栄登りの子孫には、北の勝時、日本ピロイナー、サンドピアリスなどがいる。ありがとうございます。